はい、どうも、みへろおじさんです。おはようございます。ちょっと夜間、ショートを上げてですね、6人ほど増えましたと同時に、8000回ぐらいもあったかな。見ていただいてありがとうございます。1000人に向けてですね、頑張っておりますので、あと68人で1000人かな。932人になりましたので、よろしくお願いします。で、うつ病の薬の話はさせてもらったんですけれども、糖尿病について聞きたいって言われたのに、糖尿病の薬もね、結構パンパンにあるんですよね。で、糖尿病、一応ね、足を切るとか、インシュリンの注射を打つとかっていうのはまだなんですけども、入り口でございます。糖尿病の入り口と言いながら、もうガッツリ糖尿病なんですけども、ヘモグロビンの HbA1c でしたっけ、であったりとか、高血圧であるとか、いろいろありますと。で、これが、リベクサスっていう薬で、痩せる薬らしいです。なんか最近糖尿病の薬を、言うたら痩せるための薬という形で処方するのどうなのみたいな、糖尿病の患者にはいいけども、そのダイエットの薬としてやるのはどうなのみたいな話はありましたよね、というのと、これがメトホルミンですね。で、なんかジェネリックばっかりよくわかんないですよね。フェーブキソスタット、血圧も高血圧なんで、高血圧を下げる薬と、アテルミサルタンかな、この4種類一応飲んでるんです。で、高血圧を下げる薬、尿酸を下げる薬はもう飲まなくなったんですけども、尿酸値も高くて、言ったら生活習慣病フルコンポでございます。で、どういう経緯になるかと言ったらですね、僕自身今95ぐらいなんですよ、体重が。で、うつ病を14年ぐらいやってて、もともとね、僕社会人になってからうつ病になったんですけど、それまでが73キロだったんですよね。それが20キロ太って、で、こんな感じでやってると、言うたら体のあちこちがやっぱ悪くなってきて、言うたらいろんな数字が悪くなり、糖尿病になったという感じなので、僕は副次的なものかなと思ってるんですよ。それでも、副次的なものだろうが何だろうが、数字を下げた方がいいっていうのはめっちゃ言われて、で、今糖尿病の治療も、結局ね、会社でやってたのを外注っていうか、なんかもう外で検査してみてもらえって言われて、で、月1回行って、検査してもらえって言われて、で、今に至るという感じでございます。体重はね、今2キロぐらい落ちてるのかな。徐々に落としていってるっていうところと、ライザップのその、ちょこっとバージョンみたいなものにちょこちょこ通いながら、あるいはもうちょっと、茨城の方はね、ちょっと混んでるんですよね。なので、言ったら、ジムに行かない場合は、茨城のインターの方まで歩いて、大体5000歩ぐらいですか、歩いたり、あとは、僕の場合、メイド喫茶とか、言うたら、日本橋の方に、行って、メイド喫茶に行くんですけれども、歩数を意識しながら、なんかぐる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 回るみたいな感じで、1万4、5000は歩いて、言った健康を保つためにですね、いろいろやってるところでございます。別にナンバー日本橋に行かなくても、梅田にでも出ればですね、大体1万歩ぐらい行くんですよね。あとは仕事でもうちょっと落ち着きがないんで、私、その、うつ的なところで、であったりとか、あるいは自分がその職場で、言ったら10回も休職してるんで、職場に行くこと自体は結構ストレスで、居続けることもちょっとストレスだったりするんで、言うたらちょっと、時間、ある程度時間がいたら、ちょっと外に出て、外の空気吸うみたいなことを繰り返してるんで、会社に行けば1万歩ぐらいは歩くんですけども、そういう形で歩数を徐々に増やしながら、体を整えるっていうことをしているという感じですね。で、そういう感じです。だからうつ病と、その糖尿病と、あと、それと、すみじむ呼吸症候群も結局のところ体重減らしていったら症状マシになるのかなっていうところもあるので、この辺が病気やらなんやらと、言うたらぐる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 、言うたら繋がっているような感じなので、まずは体整えましょうっていうことで、いろいろ言われているという感じでございます。はい。できるかどうかっていうのは、なかなかね、うつ病になると、やっぱ体がね、本当に動かないというか、やる気がないであるとかで、どうしてもベッ
に付きっきりになったりするんで、そもそも体を動かすのがもうちょっとだるいよみたいな感じになるんですよね。だからそこをどうしていくか、まあ言ったら、無理やりやってよりしんどくなる可能性もあるから、どうやって、言うたら、まあ、目の前に人参ぶら下げたりですね、まあ、ちょっと休んで、小休止して、歩くとか、なんか工夫しながらやっていくかっていうのが、ちょっと、自分の中では、課題であり、まあ、そうやってごまかしながら、ちょっと成果を上げていきながら、やっていくっていうことを、意識してやってるところでございます。なんかもう死ぬ気であればなんとかなるから、みたいなことを言う方も、まあ、いらっしゃるんですけども、無理なものは無理ですね。はい、気力がガソリンがそもそもね、本当にないとどうしようもないんですね。僕自身言うたら病気になる前は本当に24時間本気というか死ぬ気でなんとかやればなんとかなると思ってたんですよ。自己責任論者でもありましたし、なんですけども、まあなかなかそれがね、思い通りにいかないなというところで、結構歯がゆい思いもしてるんですけども、まあやれることをやれる時にやろうっていうようなスタンスでですね、まあ治療に取り組んでると、まあ鬱の方はもうちょっと付き合い続けるしかないかな、仕事をやってる間はね、っていうところなんですけども、まあ糖尿病に関してはまあやっぱりインスリンをとかそういうの嫌なんで、できるだけできることはやっていこうかなと。まあ一番は食事だと言われているんですけどもね、食事をまあ言ったら減らして、やっていけばなんとかなるんでしょうけども、まあでも空腹感も結構あったりするんで、その辺のところをどうやって、まあ空腹感を抑えるのがそのリベルサスっていう薬なんですけども、そのおかげでちょっとまあ体重減ってきたなっていうところなんですけどもね、それをまあ継続してどこまでちゃんとやれるかっていうところを、まあこれから、まあ動画でニーズがあれば喋りますけども、なんかそれも喋り出すとですね、もうやっぱり今でもちょっと動画結構わちゃわちゃしてて、おじさんの Vlog っていう形でですね、あっち行ったりこっち行ったり、会話っていうか話題がしてるんで、あんま絞りきれてないなっていうところがあるんですけども、まあそれもニーズがあればお話ししていくっていう形で、基本的にコメントがあったらなんかそれについて話すっていうスタンスで、いるので、まだ言うたら登録者も1000人いってない状態で、多分いろんなことは話せると思うんですよ。で、別に、どっか専門性、まあまあ、言うたら自分の得意なこととか喋れる範囲っていうのはある程度は絞ってるんですけども、基本的には、喋れるものはノーフレームノーリターンでお返しするというスタンスでやってますので、またお気軽にですね、まあいろんなことを聞いていただければと思っているところでございます。以上です。